俺以上に恐ろしいやつだと思う。僕のあの家でもう俺こうやもん。テレビ見ながら。そんなマフラーでもグラグラしてないけどね。ああ走ってても。
わざわざ寄せてるのに。なんでそう来る？こんな空いてるよ。こんな空いてるよ。なんでこんなかけたのに。おいです。眠気のあれ、あの辛いやつ。さっきも捕まってましたね。パトカーに。はいはいはい、ねえ。知らない。なんかカバンかなんか捨ててんじゃん。カバンかなんかここにちょうど当たってて、バッグかなんかが。ちゃうか。一応そこ、あ、でもタンクもあんなだっていう。ああ、ほんまや。わざとない。ね。かもしれない。行きますか。行きましょうか。それでは結構距離あんな、まだ50キロもあんねや。ということは大阪までかなりあるってこと。ヒカレンちゃんはなかなかあれやね。疲れるね。全然。いや、こっからまだ帰らなかった。っていうか、なんかこうあれや、止まってることが多いもんだって。今回全然走ってへんやん、誰かのせいで。この人のせいで、この。いやー、しかしこれね、タンクどころかマフラー先に取り替えることになりました。マフラーの方が先になったという。帰りはする台車をお借りして。なんか変なことやれて、変なことやりそうやからカメラで撮ったろ。え、あ、僕のスタンドね、そう、出しにくいんですよ、むっちゃ。知らんのかい。いいけど、帰りはする。です。また会おう。